ライトアップされた星海広場の音楽噴水世界広場は中国の大連志佐川口区にある広場で総面積110万平方メートル。広場としてはアジア最大面積を誇る。中心広場面積は4.5万平方メートル。広場内円、直径199.9メートル。外円直径239.9メートル。円形を中心として放射状に。 道が伸びており、海に隣接する。星海広場は、1997年6月30日に、完成した。星海湾を埋め立て、一時ゴミ捨て場になっていたところに、大連死の100年記念として建設された。広場は、星海湾を南に望んで、北側は会議、展示センターで、広場中央まで500メートルある。広場の上に高い19.97メートルの巨大な、 シンボル島、干白玉花表が立っている。中心の地面は999個の視線。紅大理石を敷いて、絵と二十四石器と十二の生まれ年が刻んである。周囲は大きな芝生の緑地で、音楽が流れる大規模な噴水がある。また、千人の人の踏み出す足跡の浮き彫りが刻んである。遊園地もあり、最近は広場の西側に、 大連世界博覧広場とレストラン街も建設された。広場は夜はライトアップされる。近年、周囲は高級マンションが立ち並んでいる。ありがとうございます。